一番下の弟のマルコの話なんですけども、小学校1年生の頃に、もう学校の帰りにめちゃめちゃうんちがしたくなったらしいんですね。でも本当にもう漏れそうだったけども、なんとか頑張り、なんとか漏らすことなく、家に着き、玄関を開けてガチャッ、ただいまーと言った瞬間に、うんち出ちゃったー。玄関はゴールじゃないのよ！というお話でございました。